ANN のまとめでは国内で昨日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は554人でした東京84人広島県58人大阪府57人沖縄県51人空港検疫75人などとなっています死亡は石川県で2人の報告がありました また、オミクロン株は茨城、香川、高知の各県で初めて感染者が確認されました。いいずれれも市中感染とみられています